どうも、ひざまどチャンネルのご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。まあ、どこ見てもね、いいように全部、とりあえず挨拶はね、言っときましたけど、自己紹介動画でも、言った通り、心霊スポットも回りますってね、言ったと思うんですよ。なので、早速、こちら、青梅の、旧吹上トンネルか。青梅市の旧吹上トンネルっていう場所に、来ちゃいました。東京都にあるトンネルなんですけど、ここはよく、白い着物を着た女性を見るって言われてるトンネルとか、あといろんなのが、いろんな霊が、見るっていう噂なんです。で、僕は以前ここで写真撮ったとき、指がね、変な感じに映っちゃったんですよね。まあ、そういうようなトンネルなんですよ。旧吹上トンネルは。もちろん、ちょっと道、一個向こうが新吹上トンネルって言うんですけど、そこでもちょっくら出る、旧吹上トンネルの方にお邪魔したいと思います。では、ちょっとね、行ってみましょうかね。お願いいたします。レッツゴー!じゃあ行きましょう。あ、気をつけてください。ここね。いきなり水溜まりがあるんで、ちょっと、入った瞬間濡れるっていうね、危ないですから。ちょっとね、じゃあ入ってみましょうか。すいませんね。ちょっと、お邪魔します。いやー、結構ぬかるんでますね。虫もすごいね。いやー、すごいすごい。もう入り口から、今日雨降ってないのに、何なんだろう、雨。どっから来たのかわかんないけど。で、こうやってトンネルの中もさ、なんか、雨水っていうの。ね、染み込んでんのか、そっから出てきてんのかわかんないけど。なんか、ありますよね。どうですか?なんか、見てて躍動感、ね、ありません。まあ、僕は、生でこう見てるんで、躍動感ありまくりなんですけど。ええ。ありまくり、クリスティ。あ、すいません。響きますね、声ね。声が響いちゃうっていうことで。いやー、でも、ちょっと、まあ、今、カメラマンさんとね、僕と二人でこうやって歩いてますけどね、怖いですよ、これ。二人でも怖いね。例えば、トンネルの中で、旧吹上トンネルは、質問を、なんか質問ね、投げかける。投げかけると帰ってくるみたいな噂があるんですよ。なのでちょっと喋ってみましょうかね。ちょっとじゃあ簡単な算数とかね出してみましょうか。では1たす1はいくつでしょう。まあ、2ですけど、ちょっと、今、コンコンってやったじゃないですか。もうその段階で2回やっちゃったんですけど、あ、やっちゃったついでに、ほら、これ、土ぼこりというかね、壁の汚れ。ちょっとね、トンネル来る際は、濡れタオルだとか、除菌シートとか、ちょっと必須ですね。意外と汚れるんだなっていうね、感じなんでね。まあでも、ここら辺が中央なのかな。まあちょっとね、進みましたけど、ね、ちょっと中央
ぐらいに行ったら、写真、何枚か撮ってみましょうかね。なんか映るかもしれないですし、怖いですけどね。なんかここら辺、真ん中ぐらいにこうやって来ると、ちょっとまた、より肌寒く、まあ、なってきてる感覚がしますね。どこなんだろう。響く。さすが、トンネル。ここら辺が中央かな。でも、やっぱりところどころ、シミはあるね。なんか落書きっぽいのもあるし、読めないけど。何書いてんだろう。プロレスラーっぽくない？なんか、ナスクマンだね。まあ、どうでもいいけどね。ちょっと、じゃあ、ここら辺で写真、ここら辺で写真を撮ってみましょうかね。撮りました。なんか写ってるかな。自分たちはさ、こうやって歩いてるだけだから、なんか何が写ったとか何かいるとか、そういう感覚は今のところないんですよ。なので、この動画を見てる皆さんね、なんかいたとかあれば、コメントとかね、もらえたら嬉しいなって思います。本当にちょっと、もうね、なんか、周りを見ても落書きとかなんかシミがいっぱいあるから、そんな感じ、そんな感じしかお送りできないけど、でもちょっとね、やっぱり怖いですよ、こうやって。有名な、出るって言われてるトンネルで歩いてますからね。怖いは怖いですけど、ちょっと皆さん動画でね、何か気づいたら、コメントください。ぜひ、お待ちしてます。でもさ、思うけど、トンネルとかさ、トンネル、落書き多いでしょ。でもね、うまいんだよね、落書き。誰が書いてんのかわかんないけどさ、うまいよ。うまいよって言うのもあれだけど、まあでも、そうね、どうでしょう。こんな感じの、まあ、レポになっちゃいますけどね。あとはなんか、吹き上げチャンネルはね、本当に、誰が来ても何か見たっていう、いわくつきのトンネルなので、もし本当にこの動画で何か映ってるかもしれないですし、それはね、まあちょっと僕も、それはね、僕もちょっと帰って動画見てあげて確認する時の楽しみでもあったりはするんで。なんか恋してた？セミか。よかったよかった。まあまあ、そんな感じですかね。まあちょっと第1弾は吹き上げトンネルっていう形でした。皆さん、出口か。なので皆さん、あったかい目で、ちょっと見届けていただけたらなと思います。では、以上。青梅市吹上トンネルからお送りいたしました。ありがとうございます。